浦賀神社は、千葉県旭市西足洗い1506にある神社。浦賀神社は、千葉県の北東部に位置し、南に太平洋を望み、夏は涼しく冬は暖かい、住みやすいところである。宮本の西足洗い、東、足洗い、の中、椎名内の4つの地区から成りうち個数は1500個ほどで浜と丘に分かれている。浜では、網元は1軒であるが、 魚の加工場が多く、丘では農業が盛んで、ハウスにはイチゴ、メロン、トマト、キュウリ、花など栽培されている。他もたくさんありまいも作られる。近くには、カトリ神宮、トネ川を越えると、鹿島神宮がある。古来より軍神として尊崇された神社である。この地域一帯は昔、下佐国と言われた。五祭神、光明天皇のおよ。 上は元年11月7日、ご鎮座になる。はじめは、菅原道真を祀った天馬天神であったが、東足洗浜に第六天が流れ着き、社号を第六天神とした。明治初年の神仏分離後、神代七代の神々の第六代目に当たるため、この御祭神となった。重たる岳は、危機神話の大神、神代七代の神々の一柱。 人代七代中の第六代の神で、あよるかし古泥神と玉山の神。日本書紀には、重たるたける、あやこう根村と書かれている。大地の表面が完成した意味の神明であり、一説では、不足するところなく、備わったこと、満足を意味する神明由来について、古事記伝に、万葉集天地、実月京京、 万正幸、神の御面また、も月の満月有うおもわを引いて、面の足というは不足どころなく備わり整えるお湯。面を引いて手足その他も皆、満足の御名なり。と解釈している。この神は、仏教、特に主言道で信奉した、天界最高位である、第六の魔王、第六天に犠せられ、本次衰弱に説かれている。あよるかし古泥神は、 引神話の女神、神代七代の一柱、お母流神と並び生まれた女神である。この神明はいよいよ大地が成り立ち、綾に賢きと微笑したものであり、賢は恐れなどの意味がある。徳川幕府は、漢文五年、諸舎根義官主党派党を制定した、この条目で、吉田家の居城を渡された神職の未装束を着ることが許された。千本松家には、 元六九年から明治二年までの新党再居城がある。浦賀神社新党再居城社殿は、文政二年建築され、昭和十二年拝殿、中殿の改築になり盛大な五千宮祭が執行された。明治維新政府の神仏分離の行政措置により、明治二年には足洗い神社と改称し、明治二十二年四月、東足洗い、西足洗い、 の中、C7 の四家村が合併し、浦賀村となったため、浦賀神社と改称した。13年ごとの辰年市のご神幸祭は、江戸時代より行われている。信仰とは、とよみゆきと読み神の出馬市の儀で、信仰祭はその祭典のこと。神こを中心に、猿田彦、新明、近畿等の行列は浜に降り、若者らによって、海に入り、神こがもまれる。 各部落の要所に番書を設け踊りや芝居の芸能を披露し共演する。下佐国学資料には幕末の国学者平田厚種に入門した門人の生死を集めた生死帳があり、門人生命録には西足洗いの人々が名を連ねている。神社の境内には千本松堂高君高徳の石踏みがある。この石踏みの裏には大人は 多年家塾を開き指定を教養地方文化に、功労さわたりを持って、その徳を後世に伝えんとこの石踏みを建てたり、門人中とある。千本松堂航君高徳の石踏みという元府では、十三未死爵山岡直樹筆とある。山岡直樹の父は、山岡鉄州で、母は、鹿島神宮の神官の娘である。旭駅より南に2キロメートル、旭中央病院の南。 ありがとうございます。